エコドライブ編。走行の妨げとなる駐車はやめよう。素晴らしい道路だね。日本全国どこでもこんな綺麗な道だったら最高なんだけど、例えばこんな交通の妨げになる場所での駐車は渋滞をもたらしたり、他の車の燃費を悪化させる原因になるんだ。って君も迷惑駐車か。え、ゴミが落ちてたから拾うんだって？そうか、ゴミを拾うのはいいことだ。確かに掃除は気持ちがいい、すごくいい。でも迷惑駐車はよろしくない。うん、よろしくない。ゴミを拾ってさあ出発しよう。ゴミもなく迷惑駐車もない。美しい、素晴らしい、ビューティフォー、ワンダフォー。